いやー、せつだけですてよ。皆さんごめんなさいね。最近俺パソコン買い替えてさ、前の生放送の収録した分のやつをさ、新しいパソコンの方に移そうと思ったらさ、うまく移せんでさ、ファイル壊してしまってね。でね、動画にアップする分の方をね、ちょっと後で収録した分、生放送の後で収録した分にしてしまいます。ごめんなさいね。だけど撮り直ししとんやけど、まあ、随見プレイということが感じになります。といってもね、生放送してから3週間後に撮りようけんさ、若干内容を覚えとるけん、初見気味の内容になるとおります、反応がね。その夜、俺の携帯電話が着信音を鳴らしたってところでね、前回の生放送をこっから収録したんで、こっからやっていきたいと思います。もしもーし。よし、ハル。マナクは大丈夫だった？うん、見送って。今日はゆっくり休むよう伝えておいたよ。寝不足気味だったから、疲れが出たんだろうね。そっかそっか、大事業にはならなそうだね。あの後、みんなで話してさ、ほら、明日って、文化祭前日で自由登校しよう。ああ、そうだね。マナカのお見舞い。台本の最終読み合わせ。そして学園祭の前夜祭。ってことで、ハルチに集まれない？いや、後の二つはいいけどさ、なんでマナカの、マナカのお見舞いにさ、俺んちに集まることになるんだな。マナカのお見舞いだったらマナカんちに行けばいいのに。お？おう、俺はいいけど、じゃあ、村かにも聞いてみるよ。よく、じゃあ頼むぞ。あ、何時から？切れた。あいつ、重要な部分は俺に決めさせて、自分はつさつさとトンザルしやがったよ、お前。よっけーってなんだ？よしと、オッケーを勝っとんだろうな、多分。でもさ、常さだ。お前、滑ってるぞ。そして翌日、文化祭の前日。設営が必要なクラスは登校して準備に勤しんでいることだろう。俺のクラスは明日の午前中に軽く機材のチェックを済ませる程度なので、実質今日は休日みたいなものだ。みんなでパーリーないしようぜ。マナカ、体調の方はもう本当にもういいのね。うん、一晩薬休んだからもう全開だよ。マナカちゃん回復力高いな。あんだけなんか死にそうな顔しとったのにさ、一晩寝たらもう全開なのか。まあ、何にせよ熱とか出なくてよかったな。マナカはちゃんと寝ないとダメなやつだからな。つえさんはちゃんと寝ててもダメダメじゃないですか。その通りです。しずくちゃん、その通りだよ。ダメがエコーい。間違ってないから突っ込まないぞ、俺は。いやー、こいつはダメダメダメだぐらいじゃねえか。人の名前みたいになったんやけど、ダメ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 だ。なんか人の名前みたいに言ってる。みんな心配かけてごめんね。もう大丈夫ならいいのよ。それじゃあ白井くんお願いね。あ、うん。みんなが手に飲み物を持ったことを確認し、俺は声を上げた。マナカの回復と明日の文化祭頑張ろうってことで、乾杯。乾杯乾杯乾杯。ビールだぜ、ビール。そん時によ、せっかくヒゲタタンクの作戦考えてたってのに、あいつ聞いたらクソ真面目から全然通じなくてよ。へえ、タクマが自分のペースに持ち込めないって、なんて珍しいね。ほんとだよ、頭固いのなんの。あ、たくま。そう、話したのはいいけどさ、ヒゲってやつとタンクってやつのこと知らんけんさ、俺さ、なんのこっちゃや、全然わからんのやけど。しずくちゃんの顔見てみーだ。たくまのことを話し、ちょっと分かってあげたいけどさ、ヒゲとタンクって人誰なのかわからないみたいな顔しとってさ、もう苦笑いの状態でさ、お前の話聞けるぞ。お前、左後ろ向いてみろ。まあ、そこが面白いんだけどね。お？はい、みんな、そろそろいい？どうした、セリカちゃん。まさか、この日のために一発ギャグ用意してくれとったかな？あ？
談笑中、セリカが仕切り直すように呼びかけた。一応今日は台本の最終読み合わせをする予定だから早めに始めてしまわない？よっけーよっけーよ、よ、よしとオッケー混ざっとんか、よっけーって。はぁ、常須だ、滑ってるぞ。あ、それちょっと待った、よく考えたらよ、親の静かネタバレを食らってことだろ。確かに、私はたまにお姉ちゃんの相手をしてたから大体は知ってるけど。あ、そうね。そんならよ、俺たちも一緒にやらせてくれよ。たくま、お前こういうことを結構絡んでくるの好きだな、お前。あ、いいね、それ。グッダイグッダイ、グッドと大丈夫で混ざったんか、つねすだ。もういい加減滑ってることに気づけ。でもちょうどいいわ、私たちじゃ名シーンしかできないし、他のキャストの分はじゃあたくまとしずくちゃんにお願いしてもいい？やったー、うん、任せとけ。でもたくまのことだけでさ、突然アドリブ入れたりさ、話を展開変えてきたりするからするんじゃないかなって、勝手な話作り出したりしてんだろうな、お前大丈夫か、たくま、お前、お前これはさ、エチュードじゃないんだぞ、お前。2人とも無邪気に喜んで引き受けてくれた。2人は私と佐向野くんの台本を使って、私は村からのを見せてもらうから、じゃあ常は俺のを一緒に見よう。台本が行き渡り、こうして最後の読み合わせが始まった。そんなこので読み進めてからしばらく経ち、台本も終盤に差し掛かった頃、私とあなたはもともと一つの心だったの、やっと会えたね。なんか3週間ぶりに撮るけんさ、村岡ちゃんの声が声であっとんか正直不安なんやけど、どうですか皆さん。シキ、何を言って。あ、タクマ、お前もしかしてちょっと変な展開にしてやろうと頭の中で巡らせてるんか、発想を巡らせてるんか。やめて、アドリブ入れないで。あれ、タクマ。タクマが自分のセリフになっても声を発さず、台本をじっと見つめていた。眉間にシワを寄せ、いつになく真剣な表情だけれど、タグマ、聞いてる？悪い。なんだ。よ、読めねえ感じがあってよ。先生さ、これなんて読むんだ？味噌汁？味噌だよ、タクちゃん。お兄ちゃん、お味噌汁が飲みたいの？なんでその発想になるんだ、しずくちゃん。お、それならうちに味噌味の激辛ヌードルがあるよ。なぜ味噌汁じゃなくて激辛ヌードルなのだ。味噌汁のみたいの中で何でヌードル進めてくるんだ、マラガちゃん。そしてなぜそんな味のヌードルがある。なに、そりゃうまそうじゃねえか。いやいや、結局何味なのそれ。バカはそのぐらいにして、読めたなら次進めるわよ。聖火の一瞬によって読み合わせが再開する。おー、セリカちゃん、ナイス。やけに素直なタクマに、俺は少しだけ違和感を感じた。タクマは荒っぽいけんさ、ちょっと普段は荒っぽいけんさ、それでちょっと悩まされるけどさ、いざ真面目になったらちょっとうんってなってしまうからね。それがタクマっていうキャラクターだよ。めでたし、めでたし。しゃー、終わったー。試験終わったみたいなさ、終わってよかったみたいな感じのこと言い方するんじゃない。何度かの結末を迎え、もう外が暗くなるまで時間が経っていた。あ、明るくなるまでか、暗くなるまででよかったっけ。まあ、いや、ふう、ちょっと疲れたね。腹も減ってきたな。あんなにお菓子食べてたのに。もう一回、もう一回やりましょう。おい、勘弁してくれ、しずく。俺を何回殺す気だよ。たくま、死んどったんか、何回か。最初から変わらず、大変楽しそうに目を輝かせるしずくに対し、たくまは完全に飽きてしまったようだ。
常にただの台本は面白くねえな。まあ動きのない読み合わせで変な癖がついてしまうのも良くないし、こうあたりにしておきましょう。あ、じゃあお茶でも入れてくるよ。私お手伝いよ、ハルヒト。あ、マナカ、え、もしかしてこれは共同作業？え、新郎新婦の共同作業？え、マナカ、来て、手を合わせて、手を重ねて、その間にキスをする。おいとマナカが立ち上がると、みんな思い思いに体を伸ばす。むー、じゃあ一人で読んでる。しかし、しずくはすごいね。我が隠れた才能を見出したりって感じだ。確かに、もう台本を見なくてもセリフ言えるんじゃないかしら。ただ、常さだ、あんたが言ったらダメよ、みたいな。そうですか。台所に立つ後ろで、そんな会話を耳にしていると。なあなあ、常さだ。え、なに、たくちゃん。たくまの常が、小声で何かを話し出した。ん？く、いいねえ。誰？ハルヒト、俺らちょっと腹減ってきてからよ。天使のとこの唐揚げ食いまくってくるわ。え？はい、たくま、絶対何か企んでる。そうなんだよ、もう限界でさ。お腹空いたならカップ麺持ってこようか。あ、ご飯なら作るよ、お兄ちゃん。あー、ちょっとな、あいつに用事もあるからよ。悪い、行ってくるわ。そう言い残すと、竹村と常が急ぎ足で部屋を出ていく。あ、行っちゃった。わー、ハーレムじゃん。竹村と常が出て行ったってことは、俺ハーレムじゃん。女の子に隠れまれていいの？竹村、いいの？ハレムじゃん、これ見て、ハレムじゃん。それから4人で体内に雑談をしていたが、2人が戻ってくる気配はなく、もにゃもにゃにゃ。あ、しずくちゃん寝てる。うわー、しずくちゃんと2人きりだったら襲いかかるのに。まあハレムだからいいか。あわよくば両端の2人も眠ってくれないからな。はっはっはっは。ついにしずくが台本を開いたまま眠ってしまった。しずく、寝ちゃったね。マナカがしずくにそっとブランケットをかける。優しいお姉さんだよ。うん、それにしても二人とも遅いな。たくまの常が出て行ってからすでに1時間以上経っている。はあ、まったくもう、あんな二人のことを忘れてこの4人でパーリーナにしようぜ。オールナイトだぜ。その時、セリクが呆れた様子でつぶやいた。時間も遅くなってきたし、今日はお開きにしましょうか。そうだね。じゃあ二人にも連絡しておくよ。結局あの二人何のために出て行ったんや。唐揚げ食いに行くだけじゃなかったろうにな。完全に二人のさ、思惑は潰れたね。やったぜ。俺はハーレムを過ごしてもう文化祭なんか来なくてもいいやっていうレベルでさ、もう楽しいひとときを過ごしてしまったね。そうね、まあ戻ってくることはないと思うけれど。セリカが立ち上がり、テーブルの上を片付け始める。あ、セリカ、片付けならしておくから大丈夫だよ。そう、じゃあお願いね。それよりさすがにこの時間は送っていくよ。ふふ、まだ心配するような時間じゃないわ。それに私もこの後ちょっと寄るところがあるから。え、何？セイカちゃんが寄るところでどこだ？もしかしてツタヤに DVD 返しに行くとか？あ、そうなの？なんだかセイカには断られてバカになる気がする。脈なし。それじゃあ明日の本番頑張りましょう。うん、また明日ね。気をつけて。玄関先で手を振ってセリカを見送る。あれ？なんか、あれ？これ、村香ちゃんと二人きり？あれ？しずくちゃん寝てるから、まあ一人と数えないで、そう考えたら二人といり？あれ？二人きり？村香ちゃんと二人、え？みんな帰っちゃったし、片付けしよっか。そうだね。本日二回目の共同作業である。共同作業、カットされたのである。
翌朝、おはよう。めっちゃマラカちゃん元気やな、おい。めっちゃ伸ばしたな、マラカちゃん。おはようございます、しずくちゃん。そんなに楽しみじゃない。君は文化祭で楽しみじゃないタイプ。もう二人の温度差激しいね。姉妹かな、本当に姉妹かな君たち。玄関を出ると元気よく挨拶をしてくれるハスミ姉妹の姿があった。マラカの方は SD も出ましてテンションが高いようだ。おはよう。二人とも早いね。ふっふっふー、くもんだよハリヒト君。ついにこの人が来たからね。おう、やる気満々だね。昨日はちゃんと眠れたの？寝てないな。お前出てないだろ、お前絶対。なんならお前、しずくちゃんと二人でさ、ファミコン大会とかやってたろ、お前。文化祭の前日だぞ、お前。楽しみで眠れないって騒いでましたよ。こら、しずく、なんで言うの？ほう？そうだと思ったよ。子供みたいじゃない。まあ、俺も昨日はそんな感じだったけど。そうだよね。たった一日一日の話が、この日のために生きていたんだし。マカちゃん、この日のために生きてきたって、マカちゃんの人生何だったのこれまで。じゃあ何なの、文化祭終わったら我が一遍に悔いなしって言うて倒れるんかな、ラオウかな。この日のために生まれてきたじゃなかった？そこまでは言ってないよ多分。どっちも大げさだと思ったけれど、マラカにとってはそのくらい大事な日なんだ。最高の思い出にできるよう俺も全力で頑張ろう。さあ準備もあります、行きましょう。だね、ほら行くよマラカ。あ、ちょっと待ってよ。うなだれるマラカを強引に呼び連れ、俺たちは学園祭に向けて歩き出した。学園祭か、わーちょっと待って、すごい看板立ってるよ。ちょっとセフィロスの翼みたいな感じになっとるやん、ファイナルファンタジーやん。うわ、プロ雇ってるだろフライハイト学園。おいおいおい、ガチやの、おいおい。全国文化祭100選とかに選ばれそうだぞ。お、学校の正門に着くと学園祭の案内ボードが目に入った。あ、学園、案内ボード以前の問題やから、もうこれを目にするだけでいよいよ今日が本番なのだと実感させられる。なんだかワクワクしてくるね。もうすぐ一般のお客さんも来ると思うと楽しみです。そうだね、張り切っていこう。みんなおはよう。無視されてる。マーカちゃん盛大に無視されてるね。どうしたみんな、監督が来たんだよ。おはようの一言ぐらい返してあげたらどうだい。ちょっと悲しいよ。マラカちゃん今、呆然と返してくれないみんなに対して呆然とした目で見てるよ、みんな。ん？教室に入ると、クラス内がざわついていた。お？キャストの数人が集まり、何か話し合っているようだ。何かあったのかな？あ、二人とも。マラカ、こっちこっち。俺たちに気づいた聖火と常が、せかすように手招きしてきた。え、どうした？差し入れで食ったシュークリームに毒入っとった？おはよう。みんな集まってどうかしてたの？あ、マラカちゃーん！女子生徒めっちゃ伸ばすな、お前。めっちゃキャラ濃いやつが出てきたぞ、お前。実はさっき連絡があったんだけど。え？どうやらクラスメイトが病欠になったとのことだが、よりによってキャストの一人だった。まずいわね。結構出番も多いし、なしってわけにはいかないわ。そうなんだよ。さすがに台本の変更も無理があって、当日やもんな。そうだね。今からじゃきっと間に合わないと思う。どうしよう、マナカちゃん。
女子高生伸ばすな。そんなに伸ばしたら俺の声が潰れくる。やめろ。本番までに来るのも厳しいんだよね。うん、連絡も親からだったし、犯人は動けないぐらい状態らしくて、多分無理だと思う。マラカ、私がやる。え、アザミ役は私とそんなに絡みがないから少し代用を調整すれば。いやいや、衣装も着られないようなサイズ差じゃないし。でも今から台本覚えるなんて。セリフは他の役も大体覚えてるから、午前中時間をもらえればいけると思う。いや、いけるのか。待て、もっといい方法がきっとあるはずだ。考えろ、俺にできることは。待って、もなか、本気で言ってるの？だってこのままじゃ心配なんて絶対にさせない。マラカはすぐさまカバンから台本を取り出すと、代役部分のシーンにチェックを入れ始める。すみません、ごめん、私はセリフを覚えるから、式とかぶってるところの調整お願い。わかったよ。ハルくん、稲妻が走る。その時俺の頭の中に昨日の出来事が浮かび上がった。他のキャストの分は、じゃあ滝本雫ちゃんにお願いしてもいい？やったしっかし拓磨はすごいね。拓磨じゃないわ、なぜ拓磨って言うんだこれ。なぜ拓磨って言うんだこれ。違う、しっかし雫はすごいね。我へ隠れた才能を見出したいって感じだ。確かにもう台本を見なくてもセリフ言えるんじゃないかしら。そうか。あ、マナ、いや、まだ確実なことじゃない。とりあえず動いてからだ。あ、おい、ホール。事情を説明する前に俺は教室から飛び出した。しずくちゃん、確かこの辺で終わったかな、前回。確か生放送でやったんここまでだったと思うよな、覚えてないけどさ。なんで今回はこの辺で終わりとさせていただこう。要はさ、今のインスピレーション見たらわかるだろ、しずくちゃんに代役を頼むという、そういうところで終わったんじゃ。そうだった。うん、そうじゃ。というわけで皆さん、ごめんなさいね、新しいパソコンに買い替えた瞬間にさ、ファイル飛んでしまうというね。そんなことがあったもんで撮り直しをしておりました。というわけで、まあ次のパートはちゃんと、次のパートはちゃんとね、あの生放送した分をさ、アップできるかとは思うんで。まあ頑張りますわ。皆さんご視聴ありがとうございました。週上げ。新しいパソコンに収録していた動画のファイルを移そうとして、ファイルを破損させてしまった時の俺は、まさにこのマラカちゃんの顔と同じような状態でした。みんなはパソコンを買い替えた時はデータの転送をうまくやろうね。